海道の味は、うん、最高ですね、うん、うわ、美味しい美味しい、うん、ね、はい、ありがとうございます。お刺身もできるんだ。あ、もちろん。ホッキ。旨味の極み。旨味の極み。こちらは根室のお魚コンビニカー。お魚コンビニカーです。いらっしゃいませ。どうぞ。はい、いらっしゃいませ。中島です。ちなみに今日は11番のゼウスパイ、ゼウスパイ、はい、シャキーンって食べる分だけ下から切ってってそのまま食べる。あ、一応今切らなくても大丈夫です。はい、ちゃんと切れるんですね。切るんですよ。本当にこのまんま、こうやって包丁でこうやって切れば、はい、この方が切りやすいですよ。こうやったら、こうやって折れたら切りづらいんで、この細いところ、弱いところから切っていけば、はい。いらっしゃい。アサリでかいですよ。夜食べてます。アサリ。アサリも見てみました。アサリ。え？アサリも見てみました。アサリ。アサリもいいよね。すごい大きいアサリです。あ、ちょうどアサリも。はい、ありがとうございます。ちょうどいくつか出てる。でかい。でかい。あ、アサリもね。はい。ありがとうございます。これはどうやって食べたの？このまま酒蒸しにしても味噌汁でもいいし。はい。すごい特大ですね。はい。特大。はい、足りなかったら明日も使ってるんで。あ、そう。はい、はい、おいくらの6500円。はい、ありがとうございます。お釣りは現金ですか？はい、はい、現金です。はい、ありがとうございます。そうですね、今回は一応どうもありがとうございます。チャリティーイベントになってるんですけど、釧路市内の、保育園さんと協力してもらって絵のコンテストやってたりとかで、そのコンテスト1位になった人をトートバッグにしてそのチャリティーするという企画があったりとか、そういう感じのことやってるんですけど、いやもうこんなスペースあったら大場さんしかいないでしょって声かけてもらいまして、はい、で大場さんとの出会いなんてあれですか、ね、自分がそのこっちの釧路の方いるから出会ったんじゃなくて、はい、YouTuber を通して出会ってるっていう。そうですよね。知り合いの YouTuber、 友達から紹介してもらってるんで、もうほんとごちそうさまです。いや奇妙な出会い方ですよ ね、 すね。この釧路根室間でいるのに、うん、東京の人経由で知り合うっていう、はい、おかげさまで皆さんに支えられてありがとうございます。これを2回目3回目とできるように、ね、もっと大きくしていきたいなと思っていて、はい、ぜひよろしく、何かあったらよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。萩原さん、どうもよろしくお願いします。今日ちょっと眩しいです。眩しい、ちょっと眩しい、はい、熱いよ。ああ、美味しいですか？うん、うまい。うまい。塩。食べてく？一つもらっていく？そう。一つもらって。今一緒に食べていく？いいです。ありがとうございます。いいよ。お世話になりました。
二人でシェアして好きなんだけど、ね、意外とこういうふうに一回ボイルして焼くと、あの柔らかくて美味しいんですよ。ボイルして焼いた方がいいね。ずっとボイルしたら、はい、焼いて食べてるんだよね、うん、そのまま焼くのももちろん、そのまま焼くとやっぱり生で半生ぐらいで食べるのが一番美味しいので、はい。根室さんです。はい。はい。わあ、美味しそうですね。こういう風になってますね。赤。これ。すごく身が大きいですね。そうですね。身が大きいですよ。もうプリプリですよ、これ。これ。はい。うん。正月ガニどうですか？花咲ガニ。魚屋コンビニか、あなたの町にもやってきました魚屋コンビニ。はい、こんにちは。こんにちは。佐賀くんです。どうもこんにちは。佐賀です。今回は新庄公司新庄大事なんで、これは一応九州から持ってきましたね。あ、そうなんですか。もう詰め放題の食材ですね。そうです。もうこれにガンガン詰めてもらって、あとはもう気持ちするみたいな。あとあっち以外に風船が、これはもうほんと催し物みたいな感じで、一応ゲームとか用意したんですけど、もう早速取られちゃいましたね、スプラトゥーン。スプラトゥーン用意してたんですけど、なくなっちゃいました、もう一個。割って、中にシール貼ってて、このシールがどれかみたいな。金色だったらスイッチなんですね。このイベント自体は、まあ、もうちょっと大きく展開していきたいなと思っていて、できれば3ヶ月に1回とかやりたいんですけど、まあいろいろこの釧路の飲食店さんとか、洋服、まあ、いろんな施設の方々にヘルプというか助けてくれみたいなのよく来るんですよ。
宣伝してくれないかみたいな。で、まあ、自分がやるとしてもこうちょっと知れてる部分しかできないなって考えてて、なんでこういう場所を自分で作り上げて、駐車場とかでラーメンフェスだったりとか、まあもうその鍋フェスだったりとか、いろんなその釧路の人たちが協力してできて、こう活性化できることを目指してるんですね、このイベントは。なんでまあ徐々に発展していければいいかなっては。ありがとうございます。